kicks on Route 66。マルチトラックレコーディングと再生はとても役に立つ機能で、モニターミックスにマイミックスを使う。一方、ユーザーが迷う傾向があります。マイミックスの SD カードを使う前に、ファームウェアのアップデートやレコーディングに使えるように必ずあらかじめフォーマットしておきます。また、 SD カードを SDA2.0 仕様に対応できるようにしてあります。その適合性についてはマイミックスのウェブサイトをご参照ください。SD カードを入れるとレコーディングの残存容量が表示されます。もし以前にこの SD カードをマイミックスで使ったことがなければ、フォーマットをしてください。フォーマットをするにはセッティングスを押してから、アドミニストレーションに入り、フォーマット SD カードを選択してください。忘れていけないことは、 SD カードをフォーマットする際、その中のデータはすべて削除されます。この時マイミックスは知らせてくれます。もしフォーマットの準備ができたら、イエスを押して、もう一度イエスを押してください。 SD カードのフォーマットが始まります。今レコーディングに SD カードは使えます。